現在40隻の船が北米東海岸のサバンナ港で待機をしていて、海運業の混雑が続いていることを示す新たな兆候となったとこういうことなんですよね。サバンナ港というのはアメリカの東海岸にある港で、アメリカの第4の海上コンテナの輸入ゲートウェイなんですよ。重要な海運シーズンのピークの時になんですけれども、このサプライチェーンの混乱の、ね、可能性に対して新たな懸念が高まっているというふうに記事で書いてあるわけなんですよね。今年はね、例年より早くから需要が急増していると、まあ、これは一部の大手小売業者がね、まあ、現在のサプライチェーンの課題に対応するために輸入を前倒しで行っているためだとこういうことなんですよね。で、南カリフォルニアのマリンエクスチェンジによると、ロサンゼルスことロングビーチ港には1月にはね、ピークで109隻の沖町、まあ、その船の滞留があったんだけれども、それが20隻から24隻ぐらいにまで、まあ、減っていって、今週初めには17隻まで、減少したと記事にあったんですよね。ロサンゼルスロングビーチ港ではあんまり船は滞留してないんですね。現在少しずつだけど減っていってるんですよ。でも港からね、その鉄道でその商品を運ぶ際に依然として長い遅れに直面してるわけなんですよね。で、そのため荷主がね、アメリカの市場から代々ルートを探していて、東海岸のサバンナとかね、ニューヨーク、ニュージャージー港では置き間違いが発生しているんですよね。全ての港で置き間違いが発生しているというわけではないんですよね。港によるということなんですよ。今年の末から年明けぐらいにはインフレの影響で、まあ、需要が減速すると、まあ、見てるのサバンナ港の事務局長は言ってるわけなんですよね。と、西海岸のね、その西岸港湾の労使交渉ではなく、鉄道の混雑で東海岸の特定の港に、まあ、向け地が今変更されているということなんですよね。